トーマス・イェンス・スー・ベドルは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。地元の BSG ロコモティブ・マールヒンでサッカーを始め、ハンザ・ロストックの下部組織を経て1983年に、トップチームへ昇格した。1986年からはシュタージが支援するディナも、ベルリンに移籍。 ディナモでは1987年と1988年にリーグ優勝を経験した。ドイツ統一後、ドルは東ドイツ出身者の中で最も優秀な選手の一人として各クラブから勧誘を受け、1990年にブンデスリーガのハンブルガー SV へ移籍した。翌1991年には、 当時の記録となる1500万ドイツマルクの移籍金で、イタリアの SS ラツィオへ移籍し、注目を集めた。ラツィオで3シーズン在籍した。1994年には、アイントラハとフランクフルトへ移籍したが、怪我の影響もあって、リーグ戦28試合出場に止まった。そして、エースバーリを経て、1998年に、 フルスのハンブルガー SV へ復帰し2001年に現役を引退した。代表レベルでは、東ドイツ代表として29試合出場7得点、ドイツ代表として1992年の UEFA 欧州選手権1992に出場するなど18試合出場1得点を記録し、1993年に代表から退いた。 フェレンツバーロシュ監督時代のドル引退後は、ハンブルガー SV サテライトチームの監督を務め、2004年にトップチームの監督に昇格した。ハンブルクでは、就任初年度にクラブを降格から救い、UEFA インターととカップでも勝利を収めた。翌2005から06シーズンには、リーグ戦3位に導き UEFA、 チャンピオンズリーグ出場権を獲得するなどの成功を収めた。しかし2006から07シーズンは UEFA チャンピオンズリーグでは一時リーグ敗退に終わりリーグ戦でも会に低迷した。そして2007年2月1日に辞任した。同年3月からはボルシアドルトムントの監督に就任。2006から07シーズンのリーグ戦では9位に導いたが、 2007から08シーズンは成績が低迷し13位でシーズンを終えると2008年5月19日に監督を辞任したその後トルコやサウジアラビアのクラブ監督を経て2013年にハンガリーのフェレンツバーロシュ TC の監督に就任2015から16シーズンにて12年ぶりのリーグ優勝に導いた他多くのカップ戦タイトルを獲得した 2017から18シーズンで同クラブを退任。2019年初頭、成績不振で解任されたアンドレ・ブライテンライターの後任として、ハノーファー96の監督に就任し、5年半ぶりに、ブンデスリーガに復帰。2019年8月15日、オポエル・ニコシアの監督に就任した。12月9日に退任した。ありがとうございます。